大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ16日目、もうさっさと始めてしまいましょう。前田明が20点でトップという状態ですね。では本日今日からですね4試合に、なってます。まあ、試合数の関係でそうなったと。試合数の関係というか組み合わせの関係とかいろいろありましてね。まあ行きましょう。永田裕二対武田正史ですね。現在永田が6点、武田が5点ですね。さあもう残り今日が16日目です。で17、18、19日目までで一応全て91試合が終わることになります。で先に説明をしておくと、91試合終わった時点で同点だった場合は決勝リーグを行いますが、それは20日目に回しますということですかね。初めてご視聴いただく方おられるかもしれないので一応ざっと話しておくと、エディットポイントを180に統一して、130、140名ほどのレスラーを、実在するもしくは実在したレスラーを上げているワールドマニアックレスラーズという団体でやらせてもらっています。で、180に統一する理由は、3仕組み、誰か1人がこう絶対王者を作らないというか、そうならないようにするということと、まあ、あのファイプロでエディットをする人なら分かると思うんですけども、本気で誰が強いんかっていうのを決めるにあたっては、エディットポイントを統一する方が面白いと思うんですけどね。みんな思わないですかね。僕だけでしょうか。まあまあその中でやりくりしているということですね。で、今回行っているのはベストオブデンというシリーズで、名前に田んぼの田が入る、レスラーを14名、集めて、総当たり戦を行いました。ルールは20分1本勝負で、2点方式というやつですね。なので、まあまあ、14名だから全勝優勝が13勝、26点か。で前田明がもうすでに全日程を終えて20点でトップという状況なんですよね。でそれを後を追うのが今日は試合がないですがマシン今何点でしたっけ。現在16点。マシンは残り2試合を全部勝たないと、でしたよね。違いましたっけ。16点じゃなかったような気がする。後でもう一回見ましょうかね。まあそういうことで、前田明はやっぱり強いと。まあ、あともうねこの辺はもう消化試合って言ったらちょっと失礼ですけどね。もう可能性としてあるのは、そうか、これ間違ってるな、メモがちょっと煩雑になって。まあね、いきなりこう、まあ、毎回こうやって雑談というか愚痴をほとんど、愚痴余談が多いんですけど、今回はねちょっと愚痴としてね、まあ愚痴に言っちゃダメなんですけどね、今回もう自分でね巻いた種なんですけども、次期シリーズをねもう来週から行うことになるんですけども、リクエスト再現してほしいレスラーをレスラーを、リクエストさせていただき、でまあこれはこの実況を聞いてくださってる方だけ、声でしかこう告知をしてませんでしたので、まあ、それでも たくさん来ないだろうなと思ったんですよね。この、WMW のリング、団体を、の歴史をご存知の方は、以前はね、タッグチームをリクエストしますって言ってやったら4名ぐらいしかリクエストがなくって、散々だったということがあったんですけども、まあ、徐々に、リクエストというかコメントしてくださるというか視聴してくださる、チャンネル登録してくださる方が本当にちょっとずつ増えて、リクエストも増えました。でリクエストをいただいて、まあね、そんなによく来ることないだろうと思ったのが運のつき、たくさん来ましてね。
でそれをもうこれそのまでにやらないといけないということで、残りね2名ほど残ってますが、多分なんとか今週でいけるでしょう。まあなんとかなるかなと。もうごめんなさいするレスラーはこれ以降リクエストを受けても当分は やれません。今もちょっとそっちにとっかかりきり、とっかかりきり、つっかかったかと思うんですね。とっかかりきりです。さあちょっと待ってくださいよ。わあ2.9。ねえ、もう本当にこれはね、リクエストをいただいた中でね、これは大変やったなーっていうレスラーがね一人いるんですよ。もうね、まあ自分でね言ったことなんでその人は全く罪はないんですけども、本当に、エディット泣かせというか、これどうやったらいい、ちょっと何回か投げそうになりましたけどもね。まだ今週かけてちょっと調整はしますので、まあでも自分がなんていうんですかね、自分の好みだけで言うと全くやらない、作らない、再現しない、レスラーが意外と多かったので、それは面白いですね。幅を広げてくださったので、それは本当に感謝してますけども、大変でした。大変です。今もまだやってます。今もずっとテスト画面、テストマッチを見て、違うこうじゃねえ、ああじゃねえって言って、一歩進んで二歩下がる状態ですね。まあまあそれでもなんとか仕上げますので、ね、そんな時期シリーズをやってるという やるというかね、やってる今最中です。でまあそう考えると、まあそれでもね、多分今回それで新しいレスラーが20名とはいかない、10何名か増えますからね。まあこれはちょっと楽しみにしていただきたいなと思います。さあちょっと試合の方に集中していきましょうか。間もなく13分。うーん、これは決まりましたね。永田裕二が、ここに来てなんとかやっとこれで4勝目というところですかね。永田と武田の話はほとんどしなかったですすいません、僕の愚痴ばっかり聞いてもらって申し訳ない。試合時間12分57秒、ステップオーバーアームブリーカーでギブアップですね。永田裕二が武田正史からギブアップを奪いました武田もね悪い攻めはしなかったんですけども、うん、ここは永田の方が勝ち切りましたね。で腕いっぱいまで伸ばされて完全伸ばされたのに勝った前田とのまた違いというのもあるでしょうね。試合評価は 82% でしたということですね。はい、じゃあ次の試合いきましょう。武田が永田が勝って、次はジャンプ鶴田いきましょうか。マシンの点数だけ、あ、やっぱり18点ですね。マシンが逆転する可能性があるというところですね。ジャンボ、あ、ちょっと待ってください。永田裕二まだ残り2試合。はい、いきましょう。ジャンボ鶴田はこれが最後ですね。いや、もう1試合あるのか。あ、永田裕二と試合残ってる。これ面白いですね。田中正人、ジャンボ鶴田現在15点。で、田中正人が11点のはずですね。大丈夫ですね。はい、では本日2試合目試合開始ですと。これはねジャンボ、はい、うん、ジャンボ、あ、でもね、あと残りジャンボが残り2試合勝ったとしても、19点までしかいかないんですよね。これどっかで引き分けかなんかがあったのがやっぱり大きいでしょうね。うん、ジャンボ、まあジャンボはでもこんなものかな。どうなんでしょうね。やっぱりでもジャンボが多分最強と言われる、思われるレスラーも多いでしょうからね。ジャンボが強くないといけないのか、うん、まあこればっかりやってみないといけないですからね。そうなんですよ、そのね、先ほどから言ってる次期シリーズのことについてなんですけども、一応テストマッチをやってるんですよ。かなり時間はかけてやってる方だと思います。でも実際に、このレスラーとこのレスラーだったらこっちの方が強いだろうなっていうテストマッチぐらいしかしてないので、さらにこうもうちょっと複雑にやっていくとどうなるかっていうのは全然わからないんですね。もしかしたら、
全然こうリーグ戦をやってみるとね、結果がわからないですね。まあまあでもそうですよね、ジャイアント馬場とかアントニー猪木も意外なレスラーにコロッと負けたりしますからね。まあ一回話したことあると思いますけども、あの YouTube でね多分あると思うんですけども、アントニオ猪木が、スティーブ・ウィリアムスとやった試合があるんですよね。スティーブ・ウィリアムスが新日に上がってて、まだ殺人死とかそんな感じ凄みが出ない時、ただ体だけはめちゃめちゃすごい時ですね。でスティーブ・ウィリアムスってパワーはすごいあるんですけど、プロレスとしてはそんなに上手くないっていうレスラーですよね。で新日に上がって猪木と対戦して、何の技やったかな、パワースラムみたいな、まあ何しかパワー系の技ですよね。あれが試合開始早々3分ぐらいで決まって、ウィリアムスがカバーに行くんですけど、その時猪木が何て言うんですかね、息が詰まったか脳震盪じゃないですけど、なんかそんな感じで動けなくなって、ミスター高橋がレフェリーだった気がするんですけども、スリーカウントを危うく叩いてしまうんですよね。でもなかったなかったことなかったことにしてしまうんですよね。でまあまあなんとかっていう、まあまあそのカウントが微妙なところもありますし、タイミング的に、猪木が返す動作が遅れただけで、肩が上がってたとかね、いろんな見方はあるんですけども、猪木だってそういうことがあるということですよね。さあカウント2ですね。さあジャンボ鶴田と田中、ジャンボ鶴田の方がパワーは上でしょうね、完全にね。あそういえばリアルタイムで今日出てないし、あでもそうですね、田中将人昨日ね家の近所で、自転車で行ける範囲で超電戦士バトレンジャー自主興行があったんですね。で当日券を、自由席なら、まあ、4000円ぐらいで行けるから、まあまあね、お金の話して申し訳ないですけども、4000円ぐらいならまあいいかなと思って、ちょっと行こうかどうしようか当日まで悩んでたんですけども、直前の情報というか、超電戦士バトレンジャーがまあ自主興行なんで、ブログでこういろいろ情報が出てたんですけども、当日券のこう情報とかも出てたんですね。で、まあ、一応発売はされるけど、前売りで自由席が、僕当日券って言ってましたけど、自由席が4000円、それがねもう売り切れてたみたいなんですよね。で、当日券は自由席を増しにして、何席かご用意したので、早めに来て並んでもらえたら買えますよみたいな感じがあったんですよね。ってことはこれお客さん結構入ってんねやと思ってね、いやそうなったらちょっともうチケットが買えなかったら嫌だなと思って結局やめたんですよね。そこに田中雅人、あとガンノスケ、五所川原五作もいたみたいですね。五所川原五作なんてね、今も逆に見た方がいいかもしれないですよね。逆にレアすぎますよね、マニアックすぎるというか、さすがのうちの WMW でも、出さないですね、ちょっとね。さあどうだ、あーカウント 2.9、 10分経過、試合時間残り半分というところ、ジャンボ鶴田がバックドロップを決めてますので、これを返せるかな田中は。どうだ、わーさすが、やっぱり一発が違いますねこの辺はね、ジャンボ鶴田が、まあ、順当と言ってもいいでしょうか。これでジャンボが17点まで、伸ばしましたね。だから痛い負けが多分いくつかあるんでしょうね。10分28秒バックドロップからの、片指固めで、ジャンボ鶴田が田中将人から3カウントを奪いましたね。ジャンボ鶴田の試合はね、試合評価は意外と低いんですよね、 72%。 あっけなく終わったりとか、まあ昔のジャンボらしいですよね。あーこれが痛いサバイバル飛び田に負けたのは痛いでしょうね。あ本田タモにも負けてるんですね。まあ残り1試合で、20点まで伸ばせるか、あ19点まで伸ばせるかですね。あとは引き分け
田尻との引き分け、これは田尻らしいですよね。はい、ということで、ではもう1試合、あと2試合ですね。本田多門対川田利明の試合ですね。本田多門が9点で川田が、10点。川田がもうちょっとね伸びるかと思い、まだ川田はでもねあと残り3試合残っているので、これも含めると全勝すれば18点まで伸びる、うん、まあどうなるかですね。本田多門対川田利明、本日の3試合目ですね。いやーでもね、こうやって実況をね聞いてくださる方が、おられるというのも嬉しい話ですね。ただ、さっきその話をしたかったのか、まあ、もうこの話もくどいですからね、あんまり何回もすることじゃないでしょうね。で、声をね、実況を聞いてくださっている方に一応業務連絡をしておきますと、多分大丈夫だと思うんですけども、今日が、リアルタイムで、月曜日ですね。で、来週の月曜日から一応新シリーズを、スタートさせようと思っているんですが、我が家のネット環境を、この月曜日に工事することになってるんですね。まあネットを変える、ネット回線を変えるんですよ。で、細かい話すると、NTT の、フレッツってやつですかね。で、光フレッツ、なんかそんな名目のやつを使ってるんですけども、切り替えを、その回線が来年の頭で止まってしまうんですよね。もうサービスを停止しますと。で、その代わり、NEXT っていうのにサービスを変えますっていう告知はあったんですけど、ずっとほったらかしてたんですね。で、まあさすがに、ギリギリになったら、工事が立て込んだりしたらいけないと思って、することになったんですけど、で、その工事が一応月曜日に行われる。もちろんその工事日までに、必要な機器と案内が届いて、で、その日の朝に、向こうの回線を工事を行って、でこちら自宅ですよね、自宅の、機器の接続を、きちんとやればその朝9時からもう使えるようになるので、そうなった場合、何事もなくこの実況もお届けできるのですが、もし万が一その機器設定とかネットの再回線をつなぐ作業再び、ができない場合、ネット環境が整わない可能性があるわけなんです。まあこうやってネットを使っている人間ではありますが、あまりそういうのが、ものすごくできるわけではないので、もしかするとそこでブチンと途切れちゃうかもしれないという怖さがあります。まあ、そうならないように万全の対策はするつもりなんですけども、できたらそういうことしたくないんですけどね。でもまあやっとかんと絶対にやらないといけないことなので、まあちょっと心配性なだけであって大丈夫だと思うんですけども、まあその時は、だから来週の月曜日に新シリーズをお届けできた時は、それは皆さん良かったと思っていただけたらと思います。はい、全然何の話かわからないですけども、だからそこまではね、一応日曜日までは、通常通り毎日動画をお届けしてまいりますので、よかったらまた楽しんでいただけたらと思います。さあ試合の方に集中していきましょう。今回ちょっとなかなか点数が伸びなかった本田多門ですが、本田はあと何試合あるかな、もう多分、あ違う、あと2試合、この試合含めたあと2試合ですね。ということは11、13ぐらいまでしか伸びないですが、
まあそれでもね、もう紹介試合と思われますが勝っておきたい。川田も18点までですから、もう優勝の目はないんですよね。だからあれなんですよね、優勝ができるのはもう可能性があるのはマシンしかなくなったんですね。今日はマシンの試合がないんです。17日目と19日目にマシンの試合があるので、それ以外はもう全て消化試合、まあ、そう言ってしまうと面白くないですけどね。でもまあこれがね3すくみでやってるんですけども、うん、これだけ差がある、ね、高田もね、高田結局何点やったんやろ、8点か6点ぐらいですかね。さあ10分経過したところで、川田が攻めているように見えますが、さあバックタックルに来たところバックを取って、嬉しい、いいですね。こういう攻防はちょっとやっぱりタックルに来ないと面白くないですね。見れないですからね。ただまあね、そのまあそこまでスパイクチューンソフトさんに求めるのは酷な話なんでしょうが、プロレスの中でもこう寝技の攻防がこう好きな人は、ああい こうバックの取り合いとか、ガブったりガブられたりとかっていう回転体とかね、ああいうのの攻防がもうちょっとこう何ていうんですか、選択肢というか増えて、それをこう操作はまあできなくても、まあ、できるようにならないといけないですけど、こうコンピューター観戦で見る僕たちとしては、あそこがこういろいろ派生すると面白いんですけどね。全部がこうバックタックルじゃん、バックタックルとか、マウントポジションですからね。あの入るところをちょっと違う形にしても面白いんじゃないかなと思ってみたりもするんですけど、まあざれ言ですけどね。さあコーナーポストに座らせて、なだれ式のブレンバスター、いいですね。さあ川田攻めたいところですが、呼吸を整えてバックは取るのが間に合わない。タックルに行って、しかしまた再びバックを取り返され、あーこれはもったいない。さあ本田多門、これは決まってしまいました。いやーねー、タックルがねー、返される率が高いんですよね。あれはなんかやっぱり何のあれなんやろ、一回ちょっと実験してみるかな。試合時間13分47秒、腕式逆十字固めで川田俊明が本田多門からギブアップを奪った試合でした。試合評価は 67% ですね。はい、じゃあ次の試合いきましょう。さあこれで一応最後の試合に次はなるんですけどね。そうそう、前回、試合しながら行きましょう。ごめんなさい。田上明対上田馬之助ですね。田上がこれで、最後の試合ですね。ラストマッチとなります。上田馬之助はまだ、いや、上田馬之助はもう1試合あるんですね。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。行きます。はい、じゃあ、田上対上田。逆に呼ぶ名前、同志対決。いきましょう。田上が15点、上田馬之助が13点なんで、まあまあ同じぐらいのっていうことですね。前回、15日目にね、お話ちょっとさせていただいて、アンケートというか、動画の時間についてなんですけども、まあまあ、すごいたくさんじゃないですけどもね、コメントいただいた方本当にありがとうございます。ちゃんと実況の声が届いてるっていうことが分かりますし、あまり気にしなくていいんじゃないですかっていう声が結局多かったんですね、コメントとしては。その見るスタイルもやっぱりいろいろで、通勤中に見てますよっていう方もおられれば、もう鼻からYouTube の、なんていうんですか、機能を使って2倍速で見てるので長くても 見れてますよとかっていう風なコメントをいただいてるので、 ありがとうございます本当にっていう感じなんですね。で、まあそう考えたらそうですよねという、好きにさせていただこうかなと思ってます。まあ次期シリーズちょっとどうなるか
というかね、ネットがちゃんと繋がらないと開催すら危ぶまれる次期シリーズなんですけども、どうしよっかな。次期シリーズね、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、16名ぐらいいます、次期シリーズの参加者がね。2部に分けた方がいいかな。でも総当たり戦の方が面白いですよね。トーナメントっていう手もあるんですけどね。ニュージャパンカップも終わったことですし、ね、トーナメントだとね、あっという間に終わるんですよね。でそうなるとまた次の次期シリーズも行わないといけない、まあ、行わないといけないわけじゃないですけどね。まあまあ、総当たり戦にして1日4試合ぐらいにしてじっくり長い期間かけていきますかね。まあまあその辺はちょっとまた考えます。考えないといけないことがね多すぎるんですね今ね。楽しくてしょうがないですけどね、それはね。ノートに本当にペンで次期シリーズの企画をずっと、企画会議を一人でずっとするんですけどね。まあおっさんが何をしてるんやってこともありますけどね。さあ、まあ試合の方に集中していきましょう。上田馬、最近この余談ばっかりでレスラーの紹介とかちゃんとしてないですね。上田馬之助は必殺技が狂気攻撃ですね。で場外戦を得意としてて、あとこういう、クロー攻撃ですね。で相手のスタミナを奪うのが得意としてると。で噛みつきおよび狂気攻撃で流血をさせるんですけど、試合の中盤以降にならないと流血させれないっていうのが上田馬之助の、特徴というか面白いところですね。ただ、ここまで上田馬之助が13点で、まあ、点数が伸びているんですよね。高田の6点とかに比べる6点8点その辺に比べると十分、勝ってますからね。とにかくタフなんですよね。勝ち方を忘れたと言われるぐらい、勝ちパターンはねあんまり持たないんですよね。スリーカウントを奪いに行くよりも相手の気力を奪うためにカバーするぐらいですから、嫌がらせとしか思えない感じなんですけども、流血をさせて、スリーカウントを奪うとかっていうわけでもないですしね。でまあまあそれでも負けないという、引き分けがだから何試合かありますよね。対するタウエは、ここまでもうちょっとね伸びるかと思ったんですけども、必殺技が、秩父セメントですね。ブレンバスターの形で持ち上げたところから喉輪落としに行く、豪快な技ですね。あとは、俺がタウエとか、あ、俺がタウエは出ないですね。これは、アトミックドロップからのバックドロップ、すごいですよね。喉輪落とし系も田植えは得意。さあカバーに行きますね上田馬之助ね。カウント2なんですけども、これが、上田馬之助のフィニッシュへの流れの一つなんですよね。でもそれ以外でも勝ってきてますからね。あと上田馬之助はあのね、狂気攻撃とは別にあのブラスナックルパンチっていうのがね、あれいいですよね。あれを僕はもうね、まあ前から言ってますけど、あれを採用したスパイクチューンソフトさんの勇気に僕はもうね敬意を表したいですよね。だってね、このファイプロの動画をこうやってると、新しいレスラーの方が多分やっぱり皆さん見たいわけじゃないですか。例えば今新日が流行ってるわけですから、プロレスイコール新日ぐらいになってる勢いはありますから、そうなると新日の、内藤とか岡田和親とかっていうのは当然こうファイプロでも再現したいんですね。でそういう新しいプロレスが多くある中で、もともとある技はしょうがないじゃないですか。そのクラシカルの技がね、
でそれはまあファイプロの伝統というのがありますから、エアプレーンスピンとかそうですよね、まあ、そういうのがあるのはある、まあ、でも後で追加された技か。でそういう中で、ブラスナックルパンチ、ね、今日上田お前の助がやってくれたらいいんですけどね、今みたいに、トーキックを相手に入れて、ちょっと間を置いてタイツの中から、メリケンサックですねみたいなものを手にはめて相手の顔をゴンと一発やって、で最後ちゃんとタイツの中にメリケンサック凶器を戻すというところまでちゃんとあるんですよね、モーションが。もうね、こんな技するレスラーは今いないですよ。凶器攻撃はいますよ、そら。でもメリケンサックなんて使うレスラー今います？それをこのファイプロで、このなんていうんですかね、こう需要があるのかどうかっていうのに再現したのが、僕はもうね、素晴らしいと思いますね。使いにくいんですよそんな言い方したら悪いですけど、使いにくいというか、うちみたいにこうクラシカルな技をこうクラシカルな技を使うレスラーが多くいる団体だといいんですよね。でも多分新日とかそういうのを、最近の若手をどんどん再現されてる方はあの技あっても助からないんですよね。困るばっかりだと思うんですけどね、使い道ないわってなりそうな気がするんですけどね、どうでしょうね。僕はすごいありがかったですね。上田馬の隙を再現するのはちょうどいいと。さあどうだ、俺が田上が出ましたが、カウント 2.9、 これを返すのが上田馬の隙のやっぱりタフネスぶりですね。試合時間が16分を超えましたね。でここで田上が流血、どうだ、ジャンピングボム、ダイナミックボムは返せるか、あーこれは決まってしまった。さすがの、タフネス上田馬之助も田上のジャンピングボム、ダイナミックボムにはかないませんでしたということですね。でこれで田上が17点まで行きましたが、ここで終わりだったですよね。田上はもうこれ最終試合でしたからね。試合時間16分21秒ジャンピングボムからのエビ固めですね。ジャンピングボムで、田上明が上田馬之助から3カウントを奪った試合でしたね。試合評価 83%、うん、ということで、まあ全部言ってもね、消化試合でしたが、今日も4試合終わりました。4試合だとやっぱり早いですね。というわけで、マシンも前田も今日は試合がなかったので、もうないですけどね。マシンがだからどうなるかですね。あと残り試合、マグニチュード岸和田とかまだ2試合残ってるんですね。田尻もね、田尻がこの点数もな、ちょっとな、納得いけへんな。ちょっとキーになるのはこの田尻とマシン戦でしょうね。うん、マシンが大活躍ですもんね。マシンはあと、武田と田尻、点数で言うとまあ十分マシンの方が上なんですけども、まあまあ田尻がちょっと、どういう試合になるかですかね。あとはサバイバル飛田がね、10点ですから。で、高田はもう終わったんでしたっけ。高田、6点。これもね、あと1試合あるか。川戸との試合があります。高田はちょっともう再特訓しな、しょうがないですね。これは、ね、まあまあ、これでちょっとバランスをまた変わるかもしれないですけど。はい、というわけで。長々とダラダラと言ってもダメなので、というわけで16日目終わりました。で、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。いつの間にやら始まった5番勝負シリーズですね。まあ、今回もやろうかと思ってますので、アンドレでいきましょうかね。いつもコメントをいただくウィングチキンさんからご提案がありまして、アンドレでいきましょうか、アンドレでいきましょうかっていうか、アンドレどうですかっていうのがあったんで、もう今ね、次のレスラーを作る作業でちょっとてんやわんやだったんで、ああもうやりますっていうか、なんか、ああ助かると思いながら、乗っからせていただきました。ということで、これが終わった後、またジャイアント、アンドレザジャイアント。ね。もう一人のジャイアントが実はいるんですけどね。それも、次期シリーズで
お目見えすることに、あ、そうなったら17になるんか、お目見えする予定がありますので、まあそれもお楽しみということで、はい、長くなりましたが今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。他の動画でもまたよろしくお願いします。というわけで今日はこの辺で、ではまた。